アルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ、作って学べるプラモデルシリーズエクスプローリングラボネイチャー、ホホジロザメになります。こちらのプラモデルは、ニッパー不要、接着剤不要、塗装不要で22個の部品で作れます。でこちらの、プラモデルは、前回出ましたマンモスに続く第2弾で、今回はサメが口を開けた時に歯茎をむき出しにする様子を模型化しています。そちらの、感じがこのようになってまして、この下の台の、スイッチを押すと口が開くというアクションができるようになっております。でこの横にあとは、パーツの、写真やあとこのはめ方などがいろいろこう書いてあります。そして箱を開けますと、こちらが部品になります。この、歯茎の部品はこう柔らかいソフトな素材に出しておりまして、こうぐにぐにこう動くようになってます。で台座の、この水しぶきのところとかはクリアブルーの部品になっています。あとこちらの白い部分の、皮膚のところや中のこの歯や構造の部分、あと体の黒い部分の、パーツなどがこちらに入っています。部品はこれで以上になります。でこちらが説明書になっています。でこの説明書は作った後に図鑑になるようになっています。そして組み立ての方は、まずこちらの方に部品リストや組み立て方の、こう説明があります。そして組み立ての方はまず台座の方から組み立てていきます。中のところに稼働する部品とかが入ってますので、こちらのように組み立てながら確認してちゃんと動くかどうかを、見ながら作っていってください。でここでまず台座の方を完成させます。その次にサメの方の本体の組み立てになります。まずは頭部の上顎の部分を作っていきます。で次に歯茎のところに歯のパーツをつけていきます。で歯のところはこういう中にこう歯が抜けてもすぐに入ってくる予備の歯とかも再現されています。そして次にこの頭部の皮の部分をセットしていきます。次に、下顎の部分を作っていきます。でこちらにも、下の方の歯茎の部分と歯の部分を、セットしていきまして、でこちらの本体の方にはめていきます。で次に、この顎の下の方を、作っていきます。そして本体にはめればサメの部分の完成になります。そして最後にこの水しぶきのパーツを台座の方にセットします。そして完成した後はこの台座の下の部分にあるボタンを押しますと、こう口が開いてこう歯茎がこうせり出してくるというアクションが楽しめるプラモデルの完成になります。そして説明書の方はこちらの方のパッケージのところにありますけど、ここの写真のように切り取る、ここの真ん中を切って畳むことによって図鑑になるようになっています。でそちらの方が、ここの部分が表紙になっています。で次にここが、まず1ページ目のホホジロザメのはどんな生き物かという部分ですね。その次にこうどうやって獲物を捕らえられるのかというふうにこちらには書いてあります。イカをこう食べたり、アザラシを食べたりしているそうです。で次にこちらが顎の部分の動きや歯茎がこう出てくるこう骨格構造の説明になっています。でそれがこちらに続いています。そして次にこの獲物を仕留めるためのこう武器ということで、こちらが歯の説明になっています。
刃はこうすごいこうギザギザのノコギリのような形になっています。あとこう獲物をこう探したりするのに必要なすごいこう血をかき分ける能力やあのこうわずかな電気のこう信号をこう感じるこう器官があったりするそうです。あと最後にこのプラモデルのアクションの楽しみが書いてありますので、ぜひ作った後にこういった動きを見ながらこうサメの構造を勉強していってみてください。この新しいこのバンダイのこう生物のプラモデルのシリーズになります。こういった新製品も続々ご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。